僕はゲームをあんまり自分でプレイするタイプじゃなくて、実際には好きに行ったり、映画を見に行ったり、バンド活動をしたり。で、ゲームは嫌いじゃなかったですけど、やっぱり車のゲームをやってもぶつかると爆発したりして負けちゃうんですね。だからゲームより現実の世界にあるものの方が楽しかったんですね。だからただゲーム作る職業にセガっていう会社に入ってゲーム作ることが職業になったので、僕のゲームへのアプローチは自分が実体験している楽しいことをゲームの中でどうやって表現しようと。だから、簡単に言うと、それまでのゲームはドライブゲームだと、車同士が接触すると爆発してたんですね、昔のゲームは。で、僕が車を運転していって、こすっても僕の車爆発しなかったから、簡単に言うとリカバリーが効くわけですね。ですから、そういうゲームを作れば、僕が負けないで済むかなと思って、もうちょっと現実にある面白さとか、もうちょっと現実にある深みっていうのをゲームの中で表現したいと、そういうふうに思って作ってました。80年代はテーブルタイプのゲームで、スペースインベーダーみたいなものとか、テーブルで両側に座ってパックマンみたいなやつとか、ああいうものが主流だったと覚えてます。で、日本だと不良がたまってたりしましてですね、ちょっと地下のアングラなところでタバコを吸ってたりして、あんまりいいイメージは世間になかったですね。新しい風を吹き込むとか、新しいユーザーを呼び込むとかということをちょっとやりたいので、こういう試みはぜひちょっとやってみたいということで半音を投入したところ、今まで来てなかった層の人たちがゲームセンターに集まるようになって、少し、体育会系って言っちゃ変ですけど、少し明るめの人が集まって、明るい声がゲームセンターに響くようになって、少しゲームセンターのイメージが少しアミューズメント、エンターテイメント寄りに動いたのかなというふうに感じてます。キャノンボールランっていうのが映画であって、バート・レイノルズって出てて、結構割とドタバタなんですけども、確かロスからマイアミの方まで先に着いた方が勝ちっていう、いろんな車が参加して、ですごく映画として楽しかったので、あれあのままやったら楽しいだろうなと思ったんですよ。で、計画を立てまして、同じ日程で取材しようと。ゲーム作るのも楽しく作りたいですから、そういうことをやって作ったゲーム、また違うゲームになるだろうなとは予測していて、で、計画を立てたところですね、ロスからマイアミまでの間って砂漠が結構続くんで、景色があまり変化しないという話を聞いて、途中でヨーロッパに変更したんですね。フランクフルトの方から入って、スイスアルプスとか抜けて、イタリアの方までずっと走るっていうコースに変更されて、それでその時出会った空の色とか景色とか人々とのいろんな失敗も含めて感動をそのゲームの中に詰め込むっていう手法を取りましたね。結果は良かったと思いますよ。僕はずっと業務用ばっかりやってきましたから、業務用はどれだけ凝縮するかっていう、例えばミルクで言うとコンデンスミルクみたいな感じですね。3分間で、おそらく長くゲーム、アウトランでも長くゲームする人は20分遊んだりしますけど、平均のゲーム時間を3分以下にしないと、ゲームセンターと収益性の問題があるので、平均のプレイ時間を3分、2分40秒程度に持っていかなくちゃいけないと。そうすると3分の勝負なんですよ。今回シェムの場合はロールプレイングタイプの
ゲームで、コンシューマーですから、例えば極論言うと100時間でもプレイしていいと。で、時間無制限の中で、深く広くやりたかったですね。ただ、深い広いっていうのはほぼ無理な話だったので、でも無理なら無理な理由があるだろうと思って分析したところ、やっぱりその深さの部分を人海戦術でやるとどうしてもやっぱり全然合わなくなるので、AI を使ってある程度そのインテリジェントにこういろんなパターンをやるとか、あとジェネレートっていう。ということで、その自動的に森を作ったり木を作ったり家を作ったり、でこの技術を入れていくと広い深いっていうのができるのかなっていうことで、ちょっとそこにちょっと挑戦してみたかったですね。ずっと業務用でこう狭く深くをずっとやってきたので、どっかで時間無制限なところで自由度の高いものをやってみたかったんですね。